青年学校とは、1935年に公布された青年学校令に基づき設置された、かつての日本における教育機関である。太平洋戦争終戦後の学校教育法が制定されるまで存在した。青年学校は、当時の義務教育機関である尋常小学校6年を卒業した後に、中等教育学校に進学をせずに勤労に従事する青少年に対して社会教育を行っていた。青年学校が設置される前は、実業補習学校と青年訓練所がこの役割を担っていた。この二つの教育機関は、教育の対象となる年齢層の一部、教育内容、施設等に関して共通する部分が多く、二つの独立した教育機関を併存させることは、地方公共団体の財政負担を重くするなどの問題点があった。これを解消するため、実業補習学校と青年訓練所を統合して設置されたのが青年学校である。学科によって次の科目を教授することが青年学校令で規定されていた。太平洋戦争開戦後は、戦時動員体制の最中、公立、私立を問わず、青年学校の多くは、軍需生産力の増強に向け、学科標準時数の引き下げや、職業科科目の実習への振り替えなどが進められ、制度上は、教育機関であったが、その実は、戦時1944年に、官立青年師範学校が設置されたことにより、その付属青年学校として設置された。公立の青年学校が付属青年学校に代用されることが多かった。小学校に併置されるものが多かった。北海道東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州、沖縄地方が1。ありがとうございます。